これまでの推理小説の中で、母さんが一番よくできたと思った完全犯罪？うん。母さんって、結構たくさん推理小説を読んでるでしょ？そういうの詳しいかなって思って。それを読むから楽しいのよ。初めからトリックを教えちゃったら楽しみがなくなっちゃうわ。そうね。よくできた推理小説。結構どれもこれもいろんな魅力があって、どれが面白かったとは言いにくいけど、強いてあげれば。母さんの好きな小説のタイトルが知りたいんじゃないよ。母さんが一番舌を巻いた完全トリックが知りたいんだよ。本当に完全なトリックだったら、名探偵に解く余地がないじゃない。推理小説は解ける謎をいかに解くかの過程を楽しむものよ。解けない謎だったら、それは推理小説の題材になり得ないわね。そっか。そりゃそうだよな。主人公に解けなかったら、お話として成立しないもんな。ということは、圭一。真の完全犯罪は物語にすらならない。というのがわかるかしら？圭一？物語の最低構成要素は？起承転結。正解。特に肝心なのは当たり前だけど、木に当たる部分よ。スタートの木がなかったら、そもそも物語は始まらない。そりゃそうだよ。何も起こらなかったら、何も始まらない。そう。何も起こらないから事件にもならない。探偵も呼ばれないから推理もない。推理がないなら解決もない。つまり、これが究極の完全犯罪。ちょっと待って。もう一度説明してくれるかな？そんな難しい話じゃないわよ。そもそも事件が発覚しなければいいだけの話。そもそも発覚しない事件。つまり、例えばよ。誰も立ち入らない深い森の奥で、おじいさんが一人暮らしをしているとする。うん。そのおじいさんがある日、斧で殺されました。ちなみに犯人は、じゃあ、おじいさんの息子ね。おじいさんの家に来て一緒にお酒を飲んでいたんだけど、ちょっと喧嘩になって殺してしまった。でも、圭一。そこはとてもとても深い森の中の一軒家なの。普段は絶対に誰も訪れない深い山奥の深い深い森の中。さて、殺した息子は町に帰ってきてこう言うの。おじいさんは元気だったって。それのどこが完全犯罪なの？圭一。この事件はね、おじいさんが殺されているのが見つかって初めて木を迎えるのよ。もしもこの後、誰もおじいさんの家を訪れなかったら、
永久に木は訪れない。だからつまり物語は始まらない。事件が発覚しないから探偵も呼ばれない。そもそも誰も不審に思わないから謎も起こらない。おじいさんは今日も一人でのんびり森の奥で暮らしているんだろうね。で、お空におじいさんの顔が浮かんで、ジエンド。どう？こんな感じで。すごいじゃないか。それ、ちゃんとしたトリックだよ。でも、娯楽小説にはならないわね。推理小説は所詮娯楽書。完全犯罪の指南書にはなり得ないんだから。
バカバカしい。あった、北条、間違いない。
穴を掘るか。
はい、その時です。あ、夜分遅くにすみません。ミオンか？え、どちら様です？俺だよ、刑事だ。ああ、キエちゃんか。何、こんな時間に。悪いな、こんな時間に。今、時間は大丈夫か？うん、何？サトコのことなんだけど。サトコ、大変なことになっちゃったね。大丈夫かな？大丈夫なわけないだろ。お前も見ただろ？あれ。あんな、擦り切れるまでにいじめ抜かれて、俺たちはあんなになるまで、ずっと見捨ててきた。見捨ててたわけじゃないよ。みんな助けようとして、必死に考えてたよ。でも、結局何も思いつかなかったし、サトコを救えたわけじゃないだろ、結局。あんなになるまで、俺たちは何もできなかった。そう、だね。私は結局、見てただけかも。だからさ、せめて、一夜くらい、遊ばせてやろうじゃないか。え？遊ばせるって？あいつも、いろいろと参ってるの、わかるだろ。だからさ、明日の渡流しのお祭りに、あいつを連れて行ってやってほしいんだ。それは、構わないけど、どうして？どうしてって、せめて祭りの夜くらい、息抜きさせてやりたいじゃないか。たとえ一夜でも、あの意地悪なおじの元から離れられるなら、短い時間でも、きっと里子は喜ぶ。だから、どうして？どうしてって、何がだよ。どうして、ケイちゃんが連れて行ってあげないの？私に頼まなきゃならないの？俺、実は、ちょっと明日は用事があってさ、祭りには行けない。だから、サトコ、ミオンが連れて行ってやってほしい。用事って。大した用事じゃないんだ。多分、すぐに片付くと思うけど、一応とすると、明日は合流できないかもしれない。なあ、ミオン。明日の夜だけ、サトコを頼めないか？別に押し付けるつもりなんかないよ。明日の夜だけでいいんだ。嘘だったじゃない。綿流しの夜だけって言って、結局ずっとだった。嘘つき。でも、お愛子かな。私、全然あなたとの約束、守ってないから。あの子はずっとほったらかしだし、ね。
れからずっと帰ってこないのに、あの子のことをもう一度押し付けるためだけにまた電話をしてきたんですね。本当にずるい人。ねえあなた、サトシ君なんでしょう。ミオ、さっきから何の話だ。ごめん、なんでもないの。ちょっとケイちゃんの今の電話にそっくりな電話を昔受けたことがあって。それひょっとしてサトシか。ごめんね、ちょっと私寝ぼけてるみたい。変なとこで感情的になっちゃった。ごめんね、焦ったでしょ。サトシ、祭りに行かなかったんだな。うん、用事があるから自分は行けないって言って、代わりに私にサトコを祭りに連れて行ってくれって。その時サトシも言ったんだな、サトコを頼むって。うん、言ったよ。明日の夜だけ頼むって。ケイちゃんの言い方があまりにもよく似てたんでちょっと思い出して取り乱しちゃった。そうだったな。サトシはその数日後に消えた。そう、転校でもなく家出でもなく消えたの。サトシだ。え？何が？去年サトコのおばが殴り殺されたじゃないか。あれサトシってことは考えられないか。私も実はそれを疑ったことがある。サトシには悪いけど、
サトシはそれで消えたのか。それはわからない。大石なんかはそう思ってるみたいだけどね。確かに状況証拠は揃ってるけど、多分ケイちゃんの推理は外れだと思う。県内のどっかで捕まったろくでなしが犯行を自供したっていうし。そいつは本当にただの異常者で、雛見沢とは何の縁もない男だったって。もちろんサトシとも何の関係もない。だからそんな奴がサトシの身代わりになって嘘をついてくれたなんて到底思えないし。それにサトシには逃亡資金なんてなかったと思う。サトシが預金を下ろした日、これは誰に言っても信じてくれないんだけど、サトコのために買うと言ってたぬいぐるみが売れてショーケースからなくなってたの。きっとサトシが買ったに違いない。ちょっと待てよ、逃走資金に使わないでぬいぐるみを買うために使ったならサトコのところへ帰るはずだろ。ぬいぐるみを買ってそれを届けもせずに蒸発するなんて考えられない。うん、だからわからなくなっちゃうんだよ。まとまったお金があるならともかく、貯金を全部使っちゃったならサトシは無一文。お金もなく逃亡生活ができるほど世の中は甘くないよ。ごめん、どこで話が脱線しちゃったんだか。サトコの件ね、安心していいよ。実はもうちゃんと誘ってあるんだよ。え？本当かよ。祭りの準備でみんなで神社に行った時さ、サトコを祭りに呼ぼうって話になったんだよ。それで集会所の電話でそのまま電話して誘ったんだ。おじのやつよそよそしくて勝手にしろみたいな感じだったけど、とりあえず OK はしてくれた。明日みんなで待ち合わせしていくことになってるんだよ。安心した？サトシバカ、俺はサトシじゃないって。すまないな、俺が電話をするまでもなかった。昨日にしろ今日にしろ変な話ばかりしてすまないな。忘れてくれ。こっちこそ本当に申し訳ない。だらにもなく取り乱しちゃって本当にごめん。じゃあ俺はこれで失礼するな。おやすみ。何の用事？それもまたサトシと同じように言えない？バカ、だから俺はサトシじゃないって言ってるだろ。うん、そんなのは分かってるよ。じゃあ今度こそおやすみな。どうしてケイちゃんが
サトシ君と全く同じ電話をしてきたのかわからないけれど、うん、何でもない。ごめんね、おやすみ。切るぞ。